カヤツリグサカは、単子用植物の一つのトガである。最も有名なのはパピルスであろうが、有用植物は少ない。全世界で約70属3700種がある。APG 植物分類体系では、イネモクに属する。カヤツリグサカの植物は、細長い葉を持つ草が多い。花は花びらを持たず、輪ペンが重なり合ってこぼを形成する。ほとんどは一年生、または、 多年生の総本で、短い茎が地表、または地中にある。補福枝を出すものもある。ただし、一部に木質化した茎を持つものがある。地上には先端に花をつける家計を長く伸ばす。これを缶という。葉は、地面の茎や缶の節ごとに出る。葉の基部は茎を抱いて、往々に両側が融合し、鞘を形成する。種によっては鞘の実が残り、 陽心は耐火する場合がある。中には、植物体全体に陽心がなく、家系の緑色部のみで光合成を行うものもある。花は小さく、多数が集まって臨片に覆われたコボを形成する。コボは家系上に耐生するか、多数が集まって、果女を成す。果女の基部には型があり、これがよく発達するものもある。多数がよく発達すれば、 傘のような姿になる。包容が一枚よく発達し、茎の延長のようになると、まるで茎の途中に花序が横向きに出ているように見える。その姿はイングサに似ている。コボには多数の花を含むものが多いが、ごく少数の花だけを備えるもの、中には有効な花を一つだけ含むものもある。花が螺旋状に並べば、コボは円柱状や楕円形、球形などになり、外見は、 松傘などに似る。花が左右一列に並べば、こぼは扁平になり、横から見れば輪片は二列に並ぶ。これを変わられつせ性という。個々の花では、花碑の対価が著しい渡す下族では、花碑片は糸状で、花後に、それが長く伸びて、綿毛状で目立つが、これはこの類で花碑が目立つ、ごく稀な例である。多くのものでは、花碑片は、鱗非常状や、 死神状などで、それも臨辺に覆われて外からは見えない。カヤツリグサ属、天月属などでは完全になくなる。おしべは普通3本で、これは2列6本あったもののうち一つの列のみが残ったと考えられる。カヤツリグサ属やホタルイ属では一つの花におしべとメしべを備えるものが多いが、中には一部の花が単性毛となっているものがある。属、 真珠ガヤ族などでは、大花と雌花は完全に分かれ、コボも別になっているものが多い。カヤツリグサ族などに見られる、単性花は、両性花から分化したものとみなせるが、スゲ族などの場合、両性花が起源であったという証拠はない。このため、カヤツリグサ科は、実は二つの系統が含まれているのではないかとの説がある。コボは、内部の軸に沿って花が並び、 これを輪ペンが覆う。一つの花には、普通は中央にめしべ、その外側に三体のおしべ、その外側に花皮由来の付属物があって、これらの外側を一枚の輪ペンが覆うのが普通の姿である。様々な環境に生活する種があるが、湿地性の植物が多い。水中生活するものもあるが、 完全に沈水性の水草になるものは少なく、多くは水中から茎を突き出して生活する。細長い根質用があって、茎の先に果樹をつける形と、茎の先、果樹の下の方葉が発達する形のもの、それに葉が少なく棒状の茎だけが多数出る形のものが多い。かやつり草かはイネかとは多くの点でよく似ているが、様々な点で区別がつく。 イネ科とかヤツリグサ科は風梅毛として進化し、そのため互いに似た点が多い。それは、花が地味なこと、コブを形成することなどである。そのため、見た目の派手な特徴に乏しく、その割に種類が多くて同定が難しい。植物観察では相手にされることが少なく、敬遠されることが多い点でも共通している。特にスゲ族は、 稲科植物や他のカヤツリグサカ植物の同定に慣れた専門家ですら敬遠するほど同定困難なものが多い。他方、性格的に全く正反対な面もある。稲科はコボの構造が非常に多様で、属の数がとても多いが、それぞれの属に含まれる種数はそれほど多くない。カヤツリグサカはコボの構造はそれほど多くなく、属数が少ないのに、 それぞれの属に含まれる種数がとても多い。また、稲科には、鋭荷が穀物として利用される種が多数あるほか、砂糖、キビなど種種以外の部位が食用とされるもの、かやぶきやヨシズなど様々な形で利用されるものが多数ある。他方、かやリりサカは、目立って食品とされているものは少ない。それ以外の利用で使われるものもあるが、稲科と比べるとはるかに少ない。 それとも関わりがあるだろうが、幾化種の数にも非常に差が大きい。種田養成が非常に高いグループである割には利用価値のあるものは少ない。しかし、以下のようにそれなりに高い利用価値を持っている種もある。紙の起源といわれるパピルスは有用植物として高い価値を持ったカヤツリ草科の代表である。パピルス種はこのとが特有の中身で不死がなく、 まっすぐな茎の性質を利用したもので、茎の内部組織を白片にし、縦横に重ね合わせて密着させ、シートに加工したものである。こうした、このドガの茎の性質は、茎を細く裂いたものや、そのままの茎を編んで製品にするにも適している。そのため、小座や、むしろなどを編むための優れた材料として、利用されてきた。アンペラや七島位は、そのような点で有名である。 菅笠や美ノがかつてはカンス菅や笠菅で作られた。世界の各地に見られる足舟は、実は、足ではなく、いずれもかやつり草かを使っており、ペルーとボリビアの国境にある、父かカこカのアイマラ語を話す住民が、古城生活に用いる足舟や浮島の材料の、トトラもかやつり草か太い属の一種である。食用にされるものは少ないが、黒具合の禁煙種である白具合を、 栽培化した大黒具合の会計が中華料理の食材として著名である。シュロガや釣りなど鑑賞用に栽培されているものも少数ながらある。他方、害になるものも少ない。ハマスゲや黒具合など雑草として手こずるものは少数ながらある。ワタスゲ主要な族の分類体系を示す。ただしこの群でも分子系統などによる見直しが進んでおり、この体系は 変更を受けているようである。日本産のものについて属と代表的な種を挙げておく。ありがとうございます。